どうした？なあ、今俺が小次郎と戦ったらどっちが勝つと思う？そうか、やはりな。お主と小次郎様の差はただ一つだ。それさえ克服すれば、あとは天の溝知る勝負の行方。何なんだその差ってのは？それはお主が新影流の本当の強さを身をもって知らぬということだ。ちょっと待て。俺はあんたとやり合うつもりは。分かっている。だが体で覚えるほかあるまい。あんたと太刀を交わせばその差が克服できると。さよう。それに5年前の決着、お主もつけなければ気持ち悪かろう。分かった。俺もこの5年間であんたとどれだけ差が縮まったか試してみたい。手加減はできない。気を緩めれば腕が飛ぶぞ。分かっている。いつでも来い。では勝負。Oh!
お主の勝ちだ、宮本殿。